はい、それでは本日のメインイベントで見事 KO 勝利となりました直樹選手のインタビューとなります。おめでとうございます。はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、試合終わってみての率直な感想からお願いいたします。そうですね、まあジャネッチャイ選手、蹴りもパンチもすごく硬くて、すごくいい選手でしたね。しっかり倒しきれてよかったです。そのジャルンチャイ選手、戦ってみてどうでしたでしょうか。そうですね、小遣い稼ぎに来たタイ人とかだと、なんかちょっと言い方悪いんですけど、もういいパンチャーだってすぐ倒れちゃうのかなとか、まあ、ちょっとあるじゃないですか。でもなんかそういうのも一切なくて、いいパンチャーだっても全く目死んでないし、1回目のダウン もうかなりもう終わったなってぐらいの感覚だったんですけど、まあ、しっかり立って、それでもまだ立ち向かってきたんで、なんか本当に勝つ気で来てくれてだなっていうのをすごい感じて楽しかったですね。嬉しかったです。最初のダウンは、ね、左フックですかね。そうですね、はい、相手のパンチに合わせて左フックですね。感触としてはいかがでしたか。もう顎をスコーンって抜いたんで、本当にあ終わったなっていう感じだったんですけど、フラフラしながらでも立って立ち向かってきたんで、わーすごい気合入ってんなってなって、僕も嬉しかったですね。それで、最後は、まあ、連打で仕留めるという形になりましたけど、今日のもう今年最後のライズの大会を KO で締めましたけど、どうですか。今年の1月もタイトルチャンピオンになってという形で、こうなんか直樹選手の年じゃないですけど、そういう形できたところありますか。そうですね、本当にライズの年内最終試合っていうこともありますし、本当にやっぱチャンピオン、としての2試合目なんですけど、まあ、前回チャンピオンとしての初戦でちょっとしょうもない試合しちゃったんで、まあ、絶対に倒しきらなくちゃいけないなっていう気持ちがあって、まあ、前だったらダウン取って3ラウンドちょっとねいけない場面もあったかもしれないですけど、今日はもう何が何でも倒してやろうっていう気で最後まで攻めて、しっかり KO で、まあね、バターンっていう綺麗な KO じゃなかったんですけど、まあ、KO で締めれて良かったですね。はい、ありがとうございます。他ご質問ありますでしょうか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。2ラウンドまで無理にこう攻めに行かないというか、倒しに行かないようにも見えたんです。その辺はいかがですか。そうですね、まあ、3ラウンドじっくり使って倒そうという考えはあったんで、まあ、2ラウンドまで、まあ、あと相手のパンチと蹴りもねすごく重くて、もう一発ずっと狙ってたんで、ちょっと行きづらいなっていう部分もあって、そうですね、まあ、早期決着はまあ元々狙ってはなかったですね。最初からもじゃあもう3ラウンド通して倒そうっていう作戦を立ててた感じなんですか。そうですね、まあ、3ラウンドを立てて倒そうと思ってましたね。まあ、でもその本当にやる気のない対人とかだったら1ラウンドで終わっちゃうのかなっていう思いながらやってたんですけど、結構いいパンチ当たってたんですけど、ボディとかも、もう全然、気合入ってる選手だったんで3ラウンドかかっちゃいましたね。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。はい、じゃあ松本さんお願いします。フィニッシュになったラッシュはかなり長時間多くのパンチを出してたと思うんですけども、あの時のこう心境とかっていうのはどんな感じでしたか。そうですね、固まってるとこを連打っていうちょっと汚い終わり方になっちゃったんですけど、まあそこで蹴りだったりボディーブローだったりまあを打てればもっと綺麗に最後かっこよく倒せたのかなと思うんですけど、まあちょっと連打してレフリーが止めるっていうちょっとまあ不甲斐ないじゃないですけど、なんかちょっと気持ちよくない終わり方になってしまったのは反省ですね。あそこで蹴りだったりボディーブローだったりとかして、散らして倒せたらもっと良かったと思います。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。では最後に今日応援してくださったファンの皆様にメッセージと、あと来年の抱負をお願いします。どうも、本日応援してくださいありがとうございます。ライズの年内最後の試合ということで、まあ、しっかり締めれて、ほっとしてます。
来年は、まあ、こう今日ね65キロ契約でやって、まあ、65でもできるよっていうところを見せてたんで、グローリーとの試合だったり、まあ、誰もね、ライズで成し遂げてない同時2階級制覇っていうのも、試合に入れてるんで、まあ、そういう試合だったりちょっと意味のある試合をやっていきたいなって思ってます。で、まあ、ライズの応援、そして、僕の応援、来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では直樹選手のインタビュー終了させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。